今度は7乗だ。だけど、慌てない慌てない。7乗。そして、A6 乗。B。そして、A5 乗。B2 乗。そして、A4 乗。B3 乗。そして、A3 乗、B2 乗。そして、A2 乗、B5 乗。そして、A、B6 乗、B7 乗。慌てずにやっていこう。ただし、B の方にマイナスついてるんで、B の方が1個の時は、これがマイナスになって、2乗ならプラス。そして、3個ならマイナス。そして、4個なので、プラスと。そして、5個だからマイナス。そして、6個でプラスで、最後はマイナスと。さあ、あとは数字だけの問題ですと。はい、まずこれは7と。ってことは逆のこっちも7と。なんでかっていうと、はい、7個からこっちは6個だから、6個ってことは1個を選ぶのと同じだから、77と。そしてこっちは7個から、はい、今度は2個取るから、7かける6割る2かける1で、ぴょっぴょっぴょっぴょ、はい、21で、で、逆にこっちも21と。ね、はい。そして、これは、7個から3個取るね。1個、2個、3個取る。3個取るから、7、6、3、2、1ね、消えて、はい、35と、35億と、ね、はい。そして、今度は4個取る。4個取るのは3個取るのと同じなので、ここも同じく35億。ただし、プラスだよと。はい、B が4乗だからね。そして、あとはもう裏側やってるから、以上、おしまいです。